千葉都市モノレール霊系電車は、千葉都市モノレールの懸垂式モノレール車両、アーバンフライヤーの愛称を持つ。1988年の2号線部分開業以来、使用されてきた線形一時車の老朽化に伴う置き換えのため、2012年に登場し、同年7月8日に営業運転を開始した。車両価格は1両2億9000万円。車両のデザインは、 GK デザイン総研広島によるものでデザインコンセプトは空である。デザインについては2006年以来4回にわたり学識経験者などで構成された千葉モノレール新型車両デザイン検討委員会によって検討が加えられてきた。シンボルマークは千葉の地名の由来となった千葉市の家紋付き星紋をアレンジしたもので車両の随所にあしらわれている。これは千葉市が 北極星の神格化である、病研菩薩を一族の守り神として信仰した古事に由来しており、コンセプトである、空の象徴として取り入れたものである。車体は線型と同様アルミ合金製であるが、エクステリアデザインは線形のアルミッチの銀色の、車体から脱却が図られており、都市の空をイメージするブルーを基調とし、先頭部にかけて黒を斜めに配色している。また、 アクセントとして、ガワ倉と、車体仮面には、飛行機雲をイメージした白いストライプが配された。車外スピーカーを備えているが、各駅での発車時に線型では、電子ベルを鳴らしていたのに対し、本形式ではメロディを採用している。なお、2012年1月下旬により、終電後テスト走行を開始した際は、車体デザインを隠すため、シンボルマークと7月運行開始のみを PR する。 黒いプロモーション用ラッピングが、車体前面に施されて行われ4月4日には昼間、その姿を本線に表した。4月12日に、動物公園駅での新型車両内覧会並びに、試乗会が行われるにあたって、ラッピングが剥がされオリジナルデザインが公開されている。内装においては、車内からの眺望の拡大が図られており、乗務員室と客室との仕切り部を大型ガラスとして、 全面展望の拡大が図られたほか、上空扉下部にも小窓を設けて基部の眺望の拡大が図られた。また、乗務員室の床面中央にもガラスを設置し、車体下部の眺望が見られるようにしたことも大きな特徴である。なお、当初の案では、全面眺望を楽しむためのパノラマデッキを車両先端部に備え、開閉可能なガラス扉によって乗務員室と客室を区切り、 乗務員のいない最後部ではガラス扉を開放して車両内の最端部まで乗客が立ち入れるようにする構想があったが実車では計画の見直しにより採用されていない。また、側窓は戸袋窓を除く車体中央の窓で上部が内側に開く構造となっている。座席は黒を基調とした墨絵工業製の前席ロングシートで型持ち式、 セパレートタイプのハイバックシートを採用しており、背ずりの上兵を円弧状にしまクラブにオレンジを配することで着席区分の明確化を図っている。優先席は各車両の連結面側車端部に設けられており、座席の配色は一般席とは逆でオレンジの座席にマクラブが黒である。なお、優先席にのみに棚が設置されている。このほかバリアフリー対応設備として、 乗務員室後ろを車椅子スペースとしており、乗降扉部床面や優先席部の吊り革はオレンジ色とするなどユニバーサルデザインに対応している。また、乗降扉上部には LED 式車内案内表示装置を設置した。2019年12月下旬に導入された6次車からは次のような仕様変更が実施された。台車はゴムタイヤ空気バネ式に臨台車である。 主電動機は、1時間定格 65kW1100V の参照交流式カゴ形参照、誘導電動機を採用している。制御装置は、改正、発電ブレーキ付き VVVF インバータである。上記の通り、2006年には線形容機械へのための新型車両製作が検討されており、2007年には、アーバンフライヤー例の過小と車両の基本的な、 デザインが公開されている。当初は2009年度導入の予定であったが、営業運転開始は2012年であり、遅れた理由については公式に発表されていない。2012年1月下旬より、萩台車両基地に搬入された第一編成のテスト走行が開始され、2012年4月4日には、報道公開に先立って、初の日中の営業線試験走行が行われた。 ついで4月12日に動物公園駅で内覧会の後、試乗会を兼ねて千葉駅まで試験走行が行われ、以降はプロモーション用ラッピングが剥がされた本来の姿で試運転を行っている。なお、同日にはアーバンフライヤーレタイプ名義でのフェイスブックページが開設された。その後、7月8日に記念式典と出発式が行われ、 営業運転を開始した。2012年のグッドデザイン賞を受賞。2012年度に3編成。2014年度に1編成。2019年度に2編成が製造され、計6編成が運用されている。なお、千葉都市モノレールでは、アーバンフライヤーの運転時刻表を公開している。ありがとうございます。